本当に完全なる即興、もう何が出てくる飛び出すかわからないという完璧に譜面も何にもない即興なもんですからね、まあ聞きやすくっていうことはできない可能性はありますけど、そこは多めに見ていただいて、本当に全くの譜面がなくてジャズでもなくコード進行も全く打ち合わせもなしというこの状況でどうなんだっていうことで、ぜひ、ごゆっくりと、ま、何やってんだろうなこの人たちは、あどういう感じでこれこううまく連携してんだろうかとか、なんかねいろいろそれぞれに、まあいろんな、考察をしながら楽しんでいただければと思います。では、そうですね、最初ファーストステージの即興としてどうしましょうかね、まあ、とりあえずこの楽器、ちょっと長いのとか短いのとか調によって、ね、シャープがいっぱいついてるって言うとこれだとできないって、じゃあこっちの方だと最初からシャープがいっぱいついてる調の楽器にしてるから楽に吹けると、まあ、そういう風な作りになってますんで、全部手作りですけどね。で、まあこれから、子供でも扱えそうな、ということでこのヘ調調の F 管、F 管っていう、管の調の七里香を使ってですね吹いてと思います。Thank you.
かがだったでしょうか。完全なる今作ったっていう曲になるわけですね。二度と再現できません。どうです。すごい素敵です。ありがとうございます。感動しました。で、まあ、この楽器はですね、単なる筒状に、まあ竹ですからね、ただもうパイプなわけですよ。で、斜めにこうリードというものをですね、サックスで、これアルトサックスのリードというのを使って、まあ竹製のサックスのような音が出るので、バンブーサックスというこの業界用語ですね。一応世界的な業界用語で、バンブーサックスという楽器の種類になってますけど、まあ、それで、自分で開発した世界最小の、本当に一番小さくて、外国人のちょっと男の方ですとね、この小さすぎて、もうこの指の穴がこう小さすぎて抑えられないというぐらい小さい、まあ子供向けって感じなんですけど、そういう世界最小のバンブーサックスで、世界最大の音域を持ってて、まあ、2オクターブちょっと出せるんですけども、例えばほんとは音域で、これが 最低の音なんですけど、それがもうコントロールで、ね、自分のコントロールで低い音も出せたり、ですからこう、まあ、ピアノの音聞いて、このピッチが合わない、もうちょっと音痴だとこれできないんですよね。音痴だとこれ合わせるのできなくなっちゃう。もういかようにも、この変わっちゃいますから。まあ、それをこう聞きながら、ピッチを合わせながら、あ、これ今も音間違ったかなって時はちょっとこうごまかしてぐるっとこう変えながらですね、なんとか合わせるという形で。ということで、七里子、ぜひこういう楽器があるんだということを覚えていただいて、まあ、いずれ量産化をして世界に広げようというのが人生の最大の目標ですよね。まあ、なんとかもういい年してるんですけどもね、死ぬまでにこれを量産化して世界に広めようという目標でやっております。第一印象です。それはそうですね、自分で作って誰なのか作れませんから、もうやっぱり自分でオリジナルのを作れば誰でも第一人者になれますんでね。ということで、まあこういうふうに話をしてごまかしてるみたいな感じになりましたけれども、第一ステージ1をこんなところで一旦終わりにいたしまして、そうですね、一応の七里子奏者、まあ、開発者であり奏者である、世界最小バブサックス七里子奏者の公平でございました。そしてピアノは即興アレンジの吉川俊明でした。ありがとうございました。